完成9年生まれ、青木木兵衛に指示し、東山幕府ヶ原の一角で釜を築き、人生写しの名手として活躍した幕府彫像。本作は、ただ単に人生の作品を写したということで終わらずに、本家の意を組みつつ、個性的に表現された秀逸な作品です。それは、 即中祭総称が作品の極め書きだけの箱書きでなく、お道具としての評価もされたことの証である作品の蓋裏に顔を直所されておられることからも伺えましょう。